分子コーラム感想速報。最新734話、生き延びる手段、感想速報。皆さんこんにちは。宮司のコーランです。今回は、最新734話、生き延びる手段、感想速報について考察していきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。なお、こちら本誌ネタですので、単行本派の方はご注意くださいね。ようによると、先一家の前身となった集団は、孤児を集めて細々と暮らしていたようですが、彼女たちは、老婆なる野党団に脅かされ、常に泣きを見てきたとのこと。そんな中、歓喜が老婆に手を出したことで、仮初めの平和が崩れそうな雲行きですが、一体彼は、ここからどうやって潮たちを守るつもりなのでしょうか？考察へのご意見、ご感想などを、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。もし面白いと思ったら、動画下から、チャンネル登録と高評価をお願いします。1. 老婆への反逆。連れて行かれそうになる潮を救うべく、老婆一家の一人に担当を突き立てた歓喜。彼は一人目を倒した後、敵に徒党を組む糸間を与えないよう、電撃を繰り出して、あっという間に、大人4人の無力化に成功しています。奇襲なのを差し引いても、少年の身で他人数の大人相手に干渉するとは、恐れ入りますね。この時歓喜が、大柄な大人には防御しにくい、足先を狙った攻撃を仕掛けるなど、非常に実践的な投法を駆使して、敵を瞬殺していたところから、彼は潮に拾われた時点で、すでに実戦経験が豊富であったことがわかりますよね。思い返せば、李信も14歳で初めて人を斬り、将軍級の敵を撃破していますので、傑物たちは少年時代から、並の大人以上の実力を持っているものなのかもしれません。2. 輪廻王鳳の末路。一瞬で仲間を倒された老婆一家の男は、虚勢混じりに歓喜を恫喝しますが、この場で健在な老婆一家の者は彼だけであり、その上、少年たちに包囲されているありさまです。さらに悪いことに、歓喜は、まだ息のある老婆一家の男の口に剣を突っ込み、ゆっくりと苦痛を与える方法で、命を奪おうとします。彼にとどめを刺されそうになった男は、剣を加えながら、必死に命乞いをしますが、歓喜は、男も、少年たちの命乞いを無視して命を奪ったはずだ、と指摘した後、剣を老婆の男の喉元へ押し込み、とどめを刺してしまいました。歓喜の剣は、至極真っ当ではありますが、仲間の仇とはいえ、命乞いをする相手を前に、笑みを浮かべながら刃を突き立てられるあたり、この時点で、すでに、彼の倫理観は破綻していた可能性が高いですよね。そして、少年たちが、最後の一人を取り囲んで討ち取ったことで、ひとまず潮の一団は、拠点を襲いに来た、老婆一家の殲滅に成功しました。3. 被害者からの卒業。歓喜の活躍により、老婆一家との小競り合いに勝利した、潮の一団でしたが、この後起こるであろう事態を想像した潮が、歓喜の軽挙を非難します。彼女によると、老婆一家は自分たちよりも強く、数も多いため、抗争になれば、年少組に多大な犠牲が出てしまう、と悲観しているようですね。しかし、潮の言葉を聞いた歓喜は、丸びれるどころか語気を強め、奪われることを当たり前だ、と諦めている彼女たちを、痛烈な言葉で叱咤します。今でこそ、歓喜は忠誠心ではなく、目先の利益で兵をまとめていますが、今回の様子を見ると、彼は言葉で人を奮い立たせる力も持っていたみたいですね。己の言葉が少年らの心に響いたことを確認した歓喜は、未だ不安を抱える様子の潮を励まし、あとは自分が何とかする、と、自信に満ちた態度で彼女たちに宣言しました。歓喜は合唱軍編でも、兵を安心させるために、似たようなセリフを発していましたが、彼の圧倒的な自信で部下を引っ張る姿勢は、この頃から身につけていたもののようですね。4. 逆襲と逃避行。歓喜に鼓舞され、反逆の意志を固めた潮らは、老婆一家の弱点を突く戦術を取りました。老婆一家は強大な野党団でしたが、それゆえに慢心し、警戒が緩かったようです。そこで潮たちは、老婆一家に所属する無数の野党に紛れて、組織の中枢へと潜入し、酔いつぶれたところを襲う形で、老婆の頭目や幹部を討ち取ったのだそうです。歓喜は山陽戦でも、敵兵に変装して、油断した将を撃つ戦略を用いていましたが、少年時代から、ここ一番の場面で、これと似た策を使っていることを考えると、
敵兵に扮しての潜入策は、彼のお箱なのかもしれませんね。こうして潮たちは、ロンホ一家を大幅に弱体化させることに成功しましたが、さすがに巨大な組織を崩壊させるには至らず、その後の彼女らは敵に追われる日々が続いたそうです。5. シュラたちの産声。拠点を放棄してもなお、ロンホ一家の襲撃を受ける潮たちを見て、少年歓喜は常識外れな策を用いて、事態を打破しようと動きました。ある日、ロンホ一家の追っ手2名が、彼女の仕掛けた罠にかかったのですが、それを見た歓喜は、彼らの体を解体し、各部位を森一面に飾り付けてしまったのです。蝶の長さに驚いているところを見ると、彼が人を解体したのは、これが初めてだったようですが、それでも平然としているあたり、歓喜はすでに歪んでいたと考えて良さそうですね。歓喜の所業を目にした仲間たちは、彼の気が触れてしまったのか、と心配しますが、この時の彼らの反応こそ、歓喜の狙いそのものだったのです。歓喜曰く、敵の遺体で作り上げた狂気の芸術作品を見せつけることで、ロンホ一家に自分たちがまたもではなくなったと思わせて、追跡する気をそごうと考えたとのこと。やはり、先一家が残虐な行為を始めたのは、こちらの動画で考察していた通り、ブラド三世のように、恐怖で敵を遠ざける目的から始まっていたようですね。最初は驚愕していた築地たちも、歓喜からこの行為の意義を聞いて納得し、ついには全員が敵の遺体をもてあそぶ、非道な行いに手を染める決意を固めました。かくして、潮たちの少年野党団は、現在の先一家へと生まれ変わったわけですね。6. 今週の注目ポイント。今週、私が気になったポイントは、章の10回です。先一家の一人、章は、亡きたちに、歓喜の怒りにまつわる、重要なエピソードを語ろうとしてくれていますが、その話というのは、歓喜が、章の顔を奪った領主を襲った時のものらしいですね。歓喜の怒りと、領主を襲ったことが関係していると聞くと、こちらの動画でもお話ししたように、首切り歓喜の異名を生んだ事件こそが、領主襲撃だったのではないかと思いますが、その場合、彼はなぜ、わざわざ領主を襲おうと考えたのでしょうか。ロンホ一家との抗争で、シオが命を落とさず、仲間も尋問を受けていないことを考えると、歓喜が領主を襲った理由は、何らかの事情で、シオたちが領主に捕獲されてしまい、それを歓喜が救おうとした、というのが真相なのかもしれませんね。長年議論されてきた歓喜の謎の一つが、次回、ようやく明らかになりそうです。章の口からどんな過去が語られるのか、来週の本編が待ち遠しいですよね。本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。今後の展開はこうなってほしい、これが気になった、などありましたら、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひ、チャンネル登録、高評価をお願いします。もしリクエストがありましたら、コメントやツイッターで教えてください。以上、宮司のコーランでした。またね。